これ風が来ないところで昼寝とかしたら今日は気持ちいいだろうな。コメントワープした。ミスタ君と呼ぼう。ミスタ君、西表か。救急車は無料だよね。え、無料じゃないじゃあ。無料なんだっけ。アーティカー扱いにならない。うん。カー扱い。風、よし、じゃあ通常橋に移るか。よいしょ。うわ、完全ゼロだ。全然行かない。コメントも来ない。っていうか真っ暗だから来てない、コメントがないだけかもしれないけど。ああ。コメントもらいながら走るのも楽しいもんですけど、普通にこうやってつながってない状態で走るのもなかなかいいもんですね。っていうと大体毎回ニコ玉否定と取られるんだけど、どっちもそれぞれで面白いです。お、あそこの上の廃屋すごいな。この間の一室のところの廃墟みたいな。まだ明らかに使われてないよな。よ、2階のなんか出っ張りのところがなんか総ガラス張りになってるとか、なんか作りが似てる。
中外工業。あ、そこ読み上げが死んでる可能性もあるな。ちょっとチェックします。多分これは電波が来てない状況。ああ来てないな全然。まだだいぶ時間あるな。とりあえずツイッターで電波なさげ接続。文字列ツイートもいかないぐらいか。ダメだな、完全にない。もう半分以上来たから、これはもう本当に電波なくなったな。もう多分そのエリア側に出てるはず。電波なくて下る時にもう一遍配信再開しますとか伝えずに終わってしまったな。標高160。まだもう半分あるかな。あ、そうか。GPS のこ
土地理院地図で見ればいい。西の峠付近は900あるか。ああ900ある。ってことはまだ半分しか来てない。まあここまでは勾配が緩かったから時間かかったにしても12時半だからやっぱ2時ぐらいになるな。まあでもそこからほとんど下りで松崎行ってほんのちょっと内陸の方に移動すれば10キロほどで宿なので多分夕方6時には間に合うはず。切り替えとこう。PC 側での録音を中断で。残り2時間17分か。まだあるな。15時前ぐらいまで大丈夫か。よし、あ、ケーブル束ねて、よし、あとはパソコンを配信ツールを落としてスタンバイ。ではあれ弱でまだつながってる。電波ないです。放送は放置になります。すいません。この数文字だけでも行けば。行かない。もう本当にこの辺りは電波があったりなかったりっていう話じゃなくて、もう周囲に電波があるところがないっていうところのはずなので、エリア的には。おお、
滝が見えます。ああ、ギア使い果たしたか。ギア使い果たしてなかった。あれ、まだ繋がってる。電波上が全然通信できない。
ダメだな。峠、このくらいの峠登るのは久しぶりなせいか、かなり息切れるな。雰囲気のこの辺りは杉林だけど、
すぐ標高600、あと300、右か。林道名書いてないな。さっきの道もそうだったけど。綺麗に見える。ちょっと一口。
私はこうやって今黙って登り黙々と登ってますけど、大体考えてることは最近読んでる本とかそういうののなんかあらすじを再生したりしてます。で今やっぱり読んでるのは忍者スレイヤーかな。大体黙々と登り続けてるときは主に別のこと考えてる。こういうボソボソボソっとなんか一言つぶやいたのを後でこれ記録に残全部再生して自分で探すわけにも探すのもめんどくさいのでタグ付けもしてないし、自分で撮っといて自分で公開しときながら、お、富士山見えた。おそらくずっとなんか埋もれっぱなしになるんだろうな、こういう喋った内容は。人に伝えるような内容でもないけど、おお、ちょっと GoPro だと見えないかな。富士山の半分ぐらいが、富士山の右上だけが見えてます。うお、雪がまだある。多分一日中日陰になってる場所なんだろうけど、ここのとこの暖かさであれが残ってるのすごいな。さすが標高600。
13時過ぎたか。よし、標高700、あと200。本当にそんなに暑くなかったな。思ったよりも登ってるとちょうどいいです。風があるせいかな。これで風がなかったら結構暑いと思う。あと峠道で日陰が多いからってのもあるのかな。そこは西伊豆スカイラインだったかな。あっちに見えるのは
あ、なんかなんだあれ。牧場かな。駐車場にしては柵が広すぎる。ああ、やっぱりここ牧場か。の森放牧場、哺乳場、まだ普通に入れるところなのかな。ちょっとちらっと東屋だったのか。なんか天体望遠鏡とかなんかあるのかと思ったら、天文台みたいな施設かと思ったら、あ、トイレもあるな。借りていこう。うん、ここから先はダメなのか。いや、入れるのか。しかイノシシの侵入を防ぐため、この扉は入隊場の際必ず閉めてください。と言っても牛見えないな。あそこの柵の中も何もいないみたいだし、まあ、ここまででいいかな。よいしょ。
とトイレ行ってきます。変わらってすっきりしました。あと思ったより鼻水が出てて、トイレでショーしてあってふと気がついたら鼻から20センチぐらい鼻水が垂れてた。その空中になんか漫画みたいに先っちょがちょっと丸くなった、あの鼻水が顎よりも下まで行ってたかな。まあ、でいつの間にか出ててびっくりしました。
やっぱ花粉症かなこれは。目もシパシパするし。よっと。あとここのトイレめちゃくちゃ綺麗でした。なんか掃除したばっかりに見えたけど、床が濡れてたから本当にいつも掃除してあるのかな、ここは。普通の商用施設のデパートとかのあのレベルのトイレでした。しかもあの汚されてないし。ああ、やってた。あと150か。もうさすがに風が冷たいな、この標高まで来ると。1時半か、割といい時間に着いたな。峠は2時過ぎると思ったけど、これなら2時前に着くな。風早峠。さっき放送中も言ってたんですけど、ここの風早峠ってとこいつ来ても風強いです。今日も特別強いかと思ったけど、それほどでもないかな。あっち富士山見えないんだったっけ、どこから見えてたような。うお、まずウィンドブレーカー
立ってられないほどの風が吹いてた時に来たことがあったので、それを比べれば今日は大したことないな。で、あっちに見えてる港が何港だったっけ。水平線が見えないな。すごいな、この山。あ、西の峠展望台ってのがあるのか。歩きに行くところか。あと猫越峠はこれ根っこ峠って読むんですね。あ、うぐすか、ここから見えてんのは。ウグスの港の方か。で、この道はもう西伊豆スカイラインだったかどうか自信がないんですけど、あの尾根沿いにずっとあの西伊豆の方の山の上を行く道です。こうやって見るとものすごい坂に見えるな。さて、ご飯使ったらいいか。あと120くらい30か。すごい数のペットボトル、水汲みか。荷台いっぱいにペットボトルとか空容器が。
暑っ、風が届かなくなって急に暑くなった。ここの展望台は少し、の前にお茶。
今日暑いから足りないぐらいかと思ったんですが、やっぱ涼しいからな。もっとより汗かかずに済んだ。今日霞んでるのも惜しいな。あ、雪だ。カラスだ。日に当たってるのに雪が残ってる。あ、富士山見えた。危ない、見逃すとこだった。この富士山ゴープロ見えてますかね。デジカメでズームして、よっ、白いとこしか見えてない。雪じゃないところは、白くなってないところは、周りの空と完全に一体化してます。あの下のバイクと一緒に撮れたらよかったな。今また通らないかな。ちょっと今下の道を何かが通るのを待ってるっていう、あざとい交通待ちです。来ないか、来ないか。来ない。ダメか。あ、来た、車来た。あの小さい壺は自転車かな。映るかな。よし、どうだろう。あー、ぼやけてる。霞んでるせいかな。あー、なんか映ってる、なんか映ってる。今かかとに当たったの。あれなんだ今。木の枝かな。ちょっもうそろそろ峠かな。
着いた。何年ぶりかな西田峠。ここは展望台だろうから行ってみようかな。表示が見えない。ここから行けるのかな。ここからか。まず写真かな。ああ、ここからの富士山見えてたっけ。ここです。これから昼飯食おうと思ってんのは結構くだるな、はい、いや、ちょっとさて、じゃあ登ってみるか。でも何も書いてない。電波はあれ中嘘あれ、じゃあツイートできる。ちょっとなんかいや繋がってないよな。ツイッターも繋がらないから。空青い。解像度は GoPro3 だけど、こういう空の色が不自然にならないのは GoPro2 の方だな。まだ
になるからかな、この時間にここにいるってことは。でもう少し、意外と階段も答えるな。落としてないと怖いな。この上はちょっとな。いけるかな。よいしょ。うわ、風強い。風強い強い強い。とりあえず GoPro で一通り撮って、人間の首でパンするとすごく見づらいんですよね。等速に動かないし。
空気が透けてないのが残念。これ絶対あの上で昼寝する人とかいるよな。で向こうにトレイルが天城峠まで続いてるのか。もうすぐ2時か。私は階段下るときは足元見てないと恐ろしいので、かなり下向き加減になってます。階段の下りが苦手。これついてるよな。うん、よし。お。富士山、富士山。あ、そうか、カラスがいるから、パニアバッグの中のものが見えてるとまずいな。スパゲッティが外で出てるか。もう北海道のキャンプ場でカロリーメイト箱ごとやられたし。走行注意。あ、そうか、あの、なんだっけ、トレイルランみたいな人が走ってるからかな、これは。さて、昼ごはん。
いところの眺めはいいな、やっぱ。あのウグス湖の方には下ったことないんですよね。必ず松崎の方に行ってる。あれ？曲がるのこの先だよな。うん。水上天城山の深層水うん、牧場の家っていうのか、あそこは。伊勢海老祭り、やったー。到着。どこら辺だったっけ。
パイ持ってていいないかな。電波状況はあれ出てるな、なんでだ。そうそう、カレー食ったんだけど、確か前髪型が寒かったような、確か